時に僕が作った自分が一番いいと思ってるお酒飲んでほしいなっていう夢があったんですけど、今年叶いました。はい、娘がちょうど今年20歳になりまして、今まで僕が作ったお酒をこうちょっとどんなお酒だっていうのをこう匂いだけを嗅いでもらってたんですね。うん、いい香りだとか、あ、これもう少し甘い香りしてるねとか、そういうことは聞いてもらってたんですけど、つい最近初めて、僕が作ったお酒飲んでもらったんですね。もうこれがやっぱり今最近の中では一番の、喜びですね。私は、岡山県の、寄島にあります上心酒造で、お酒を作っております。当時の、内倉と申します。生まれは大阪出身ということで、全くそのこの地には縁がなかったんですけど、まあ、いろんな経緯で、酒造りを、ちょうど20歳ぐらいから始めて、約30年酒造りやってます。お酒作りに使うのは、まず、お米を使います。でその玄米のお米を精米して、お米の中心白い状態に中心の白い部分を使ってお酒作りにします。精米されたものを次は、洗う、洗米って言います。お米を洗って余分な米ぬかや汚れを取り除きます。その洗われたお米に同時に、お水を吸わせる、吸水、浸石っていうんですけども、白米に水分を吸わせてやります。ある程度の水分を吸わした後、次は蒸米、お米を蒸し上げます。1時間ほど蒸気でお米を蒸す。
でその後は蒸されたお米を次は、麹という工程に移ります。麹の作り方は蒸されたお米にもやし菌と呼ばれるカビの胞子を振りかけます。そのカビの胞子を振りかけたものを30度ぐらい、温度があります、麹室という暖かい部屋で、菌を培養していきます。初日に、床という工程で24時間かけて、暖かい部屋で菌を増殖させます。そして次の日、棚という工程で、またその、菌糸が生えた麹をもう一日かけてどん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 繁殖をさせていくということで、2日間かけて蒸し米に、菌を生やしていくという作業が、麹作りになってきます。この麹作りは酒造りで一番重要と言われており、その麹の出来次第がそこの酒屋さんの味を決めるというふうに言われております。非常に重要な工程ですね。それに実際、アルコール発酵させためには、もう一つの主役に酵母というものがいます。その酵母が、今度は、麹の、甘み、それをパクッと食べてこうアルコールと炭酸ガスを出す、そういった工程が、発酵するもろみという中で行われています。もろみの中では、麹が作った酵素、その酵素で、お米を甘く溶かしていきます。その甘く溶かしたものを酵母が今度はパクッと食べて炭酸ガスと、アルコールを作っていく、そういった工程が発酵しているあのもろみの中で行われています。発酵しているもろみの中では、プク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 泡が出てくるんですけど、アルコールを作りながら炭酸ガスがポコ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 こう上がってくるという、そういうこと工程が発酵しているもろみの中で行われています。うちのお酒でいうと大体24日ぐらいでその発酵の過程が終わりまして、24日後ぐらいに今度はお酒を絞る、絞りという工程になります。発酵終了したお酒を絞り器に入れて、その絞られたお酒が初めて清酒という透明のお酒が出てきます。その絞った工程の中に残されるのがいわゆる酒粕という、お米が発酵した残りですね。で酒粕と、お酒に分離されて、上心酒造は、創業105年になります。もともとはですねお酢を作っておりました。105年前山裾でお酢を作ってて、お酒作りをするために海の方に出てきたという形です。上心の名前の由来はもともとは、神様の心というような言葉を使ってたんですけども、やはりこう神というふうに名乗るには、恐れ多いということもありまして、文字を崩して喜ぶ美しい心と書いて神心、そういう名前で今ずっと、お酒を作り続けております。300ちょっとぐらい、そうですね、私は上心酒造の藤井と言います。5代目です。子どもの頃に蔵の中で遊んでいてですね、とても楽しいんですね。でただ昔の古い蔵なので薄暗くて怖いんですけども、ただ働いてる人がとても元気で、でお酒は飲んでなかったんですけども、なんでみんなこんなにハッピーなんだろうと思って、
で、この お酒というのが人の心を和ませて、そういう意味、なんていうかこう元気の源みたいな感じになるものを作れる仕事はしたいなと思ってましたから、ごく自然に蔵に入って気がつくと蔵人やってました。こちらが、大浦神社という社になります。寄島町の中心にあります。歴史は400年以上という古い神社ですね。この神社の御利益ですね、少し変わったものがありまして、性分向上という御利益があります。仕事に勝とう、勉強に勝とう、恋愛に勝とう、健康に勝とう、勝って勝って勝ち残ろうという、そういう勝ち運をつけるというのはこの神社の御利益になっております。でこちら行きましょう。でですね、こちら見えますのが、京都にある松尾神社というね、酒の神様の神社があります。その神社の分社を、うちの2代目の松三郎が誘致しました。この寄島町自体が備中杜氏という、古くからの杜氏集団の中心の場所です。その中心の場所にこの京都の酒の神様を構えることによって、備中流の流派の、流星を祈願したという神社になっております。行ってみましょうか。今度はそのお酒を実際に、瓶に詰めていくわけなんですけど、瓶に詰める前には一旦加熱されてタンクに貯蔵されたり、もしくは、加熱されずその中そのままボトリング瓶詰めされるものもあります。タンクで加熱されたものはある程度の期間お酒を熟成、させてから、また今度はボトリングという工程になります。瓶詰め工程は、お酒を詰めて瓶の外側から加熱して、瓶缶っていうんですけども、瓶詰めされたものをまた、60度ぐらいまで加熱してお酒を殺菌っていう工程をしてます。まあ、そういったものが一般的に販売されています。タンクは、日本酒を貯蔵しております。で非常に頑丈に作られてて、地震が起こって上からタンクが落ちたりしても中身のお酒が飛び出すことがございません。とこちらの桃は岡山県産の清水白桃を使ってます。私たちが夏の間に、手作業で皮を剥いて種を取って、保管しております。それをオリジナルのお酒に使っております。そうですね、お酒の世界には和醸良酒という言葉があります。人の和がいいお酒を醸造する醸すっていうことなんですけども、やっぱりお酒作りは僕は芸術作品だと思ってるんですけども、一人では作れないんですね。いろんな人に手伝ってもらいながら、自分が考えるお酒をこう目的として作っていく、その工程の中で、お互いがこう、意思疎通を取りながらチームワークを持ってやっていかないと、作れないものなんで、非常にやっぱりこう、人間関係っていうのがそのお酒に表現できるんじゃないかなっていうふうに考えてますので、やっぱり常に自分の考え、お互いの考えを、この麹はもうちょっとこういうふうにした方が良かったねとか、お米洗いについて言うならば、もう少しこう水につける時間長くした方が良かったね、短くした方が良かったね、そういうような意思の疎通を常に図りながら、もう少しこう変えていきたいっていうのをこうお互い伝えて持っていく、そういうことがすごく酒造りには重要かなと思ってますので、やっぱりそういう人みんなの考えがこう揃って出来上がったお酒っていうのが
完成した時はもうすごい喜びですよね。まあ、それが好きでもう何十年も酒造りがやめれないっていう感じですね。このお酒は神心純米吟醸瓶囲いと言います。ロンドンで開催されているインターナショナルワインチャレンジ酒日本酒コンテスト部門の純米吟醸酒部門でゴールドメダルを頂戴したお酒になります。このお酒は香りもいいんですけども味わいですね、お料理と一緒に味わってもらいたいお酒です。まあ、これからも今まで日本酒にこう興味がなかったり飲んだことない人に日本酒ってこんなに美味しいんだよっていうようなことをやっぱり知ってほしいっていう気持ちが強いんで、まあ、これから若い人たちにそういったお酒をこう飲んでってほしいなっていうふうに思ってます。と私たちはこう非常に狭い世界の中でお酒作りしてるんですけども、やっぱりこれ日本酒の伝統文化ですし、多くの人にこう酒作り酒の魅力っていうのを知ってほしいなと思ってます。僕たちが行くことはなかなかできないんですけど、外国の方も日本人の方も含めてですね、蔵に見学に来てほしいなと思ってます。この環境に来ていただいたら私たちが作ってるお酒の、楽しさとか、味わい方喜びそういったものを伝えられるかなと思ってますんで、よろしかったらぜひ岡山の許島まで、蔵見学に来ていただけたらと思います。日本酒は今少し、外国でブームにはなってるんですけども、まだまだこう伸びしろがあると思ってます。僕たちが作る日本酒を、多くの方に飲んでほしいと思ってますんで、ぜひこれからも日本酒を応援するためにも日本酒に、日本に来て日本酒を飲んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。